渡辺美穂は、名古屋市生まれの日本のバイオリニスト。1983年、名古屋市に生まれる。3歳よりバイオリンをはじめ、林茂子、久保田良作、ゲルハルト・ボッセ、ジェラール・プーレ、沢和樹に支持する。東京芸術大学音楽学部附属音楽高等、学校に進学し、2年の時に、第53回全日本学生音楽コンクールに、 高校生の部バイオリン部門全国大会で1位を獲得し、コンクール諮問委員により、素質の良さが将来に大きな期待を抱かせる、音色の感性も良いすべての面において高い能力を持つと評価を受ける。東京芸術大学へ進学し2005年に卒業。卒業時にはアカンサス音楽賞を受賞し、東京芸術大学大学院へ進学する。2006年には、 大学院在学中に東京フィルハーモニー交響楽団へ入団する。東京フィルハーモニー交響楽団では第2バイオリンフォアシュピーラーを務め若手実力派バイオリニストとして注目を集めた。2012年9月1日から大阪フィルハーモニー交響楽団に入団するとともにコンサートマスターに就任した。大阪フィルは強烈な個性集団なので その中で活躍できるのは大変な喜びであるとした。また、大阪フィルハーモニー公共楽団で女性がコンサートマスターを務めるのは2回目なので、ステージで団員たちの視線を一心に浴びるのは慣れがたいと語った。大阪フィルハーモニー公共楽団は2014年12月までを務めた。ありがとうございます。